大原森林公園は宮城県仙台市青葉区にある森林公園である。明治100年記念事業の一環として整備され、1973年4月に開園した七北田丘陵の中にあり、七北田川の支流が作った峡谷及びその周辺の森林を園内に残している。政府は1968年の明治100周年を前にして、 明治100年記念公園を日本全国の10カ所に整備する計画を立てた。そのうちの一つの場所として仙台市が選ばれた。記念公園の設置場所として青葉山なども検討されたが、最終的には大原が選ばれた。当時、団地開発が進む仙台市の中にあって、大原は国有林が広がる数少ない森林地帯だった。営林局の理解も得て、 1967年に大、原森林公園の建設が正式に決定した。公園の建設に伴い、国有林の間に点在する民有地の買収が行われた。また、1971年3月、林野町は、仙台の海浜地区、山峡地区、権源森地区、鍵取地区とともに、大原地区を自然休養林に指定し、市民に開放することを決めた。 これにより、仙台市は、大原神林公園を自然休養林を活かした都市計画公園として整備することにした。こうして、大原神林公園は1973年4月に開園した。事業自体は1980年まで続いた。仙台市は1977年により彫刻のあるちづくり事業を始めたが、その第一号作品となる。 佐藤忠義の緑の風と第2号作品となる船越安武のジャスミンは1978年に大原森林公園へ設置された。大原森林公園の総面積は約60ヘクタールで、うち約50ヘクタールがリニア町東北森林管理局仙台森林管理所が管轄する国有林である。 広域避難場所として利用できる有効面積は4.5ヘクタールで収容可能人員は2.2万人。都会の一角でありながら森林が多く残されているため火が昇ってから沈むまで多くの市民が利用している。園内は黒松入り口から旭日川岡駅前までの谷底平野に作られた広場や庭園がある北東部地区、大原入り口周辺の南端地区。 二つの地区の間に、ある森林遊歩道地区、周囲の高台にある公共施設などに分けられる。地形的な要因から遊歩道はアップダウンが大きく、ジョギングや周辺の学校の学生の陸上競技の練習に使用される例が放課後や休日には多々見られる。自転車の乗り入れも可能である。中央遊歩道は、かつて存在した仙台鉄道の線路跡地である。 公園の東側には仙台市科学館が、西側には仙台文学館が立地する。大原森林公園はイベント開催地としても利用され、その際には多くの市民で賑わう。イベントは朝日が丘駅前広場を中心に開催される。大原森林公園には仙台市地下鉄南北線の朝日が丘駅と大原駅が隣接している。また仙台市の都心部と 泉中央とを結ぶ主要幹線である宮城県道22号仙台線線から近く駐車場が公園周辺に多数あるなどアクセスが容易である。ありがとうございます。